ザ・ラストロックスターズを結成した侍ギタリスト雅。今回は意外と知られていない雅のバンドの歴史です。侍ギタリスト雅の歴史。関西で生まれ育った雅は音楽とは無縁のサッカー少年だった。中学時代、日本のプロサッカーチームである J リーグセレッソ大阪のユースチームに所属する。大阪府の選抜選手にも選ばれ、プロのサッカー選手になることを夢見るが、15歳の時に足を負傷しチームを離脱、サッカー選手の夢を断念する。人生の目標を失った雅はバンドをやってみようかと思いギターを始める。17の時に恩人であった先輩の死にショックを受け、そのまま夜行バスに乗り上京をする。ライブハウスでデュール・クォーツのメンバーと出会う。デュール・クォーツのギタリストケンが脱退し雅が加入する。雅は作詞作曲編曲のほぼ全てを手掛けるようになった。デュール・クォーツを脱退したケンはその後クレードル、ジルカディスなどのバンドを経て、フードファイター、アーティスト泉として大食い番組などで活動した。デュール・クォーツ初のワンマンライブ、香港のライブイベントロックオン2001に出演、初の海外公演、香港にて初の海外ツアー、渋谷オンエアーイーストのライブで解散を発表。9月22日解散ライブ。デュール・クォーツ解散後、ボーカルのサキトは学習塾やコンビニの経営を経て2022年の参議院選挙に立候補したが落選。ベーシストのキカサは自ら立ち上げたインディーズレーベルタキシードプロダクションの代表を務める。雅はアルバム雅楽をリリースしソロ活動を開始する。この時周りを固めていたのはかつてヒデをプロデュースしていたスタッフたちだった。日比谷野音でのライブはパタをはじめとする豪華なメンバーで開催された。共演したパタからまるでヒデと一緒に演奏してるみたいだと言われたことに感銘を受け、自分もヒデさんのようにもっと後世に語り継がれるようなアーティストになりたいと思うようになったと語っている。シングル「ロックの逆襲」「スーパースター」の条件でメジャーデビュー。自身初めてとなるメジャーデビューイベント黒服限定ギグを開催。シングル「君に願いを」をリリース。単身ロサンゼルスに3ヶ月留学をする。今では英語が流暢な雅だが、留学する前はまだ英語は喋れなかった。その後日本に帰国しシングル「咲き誇る花のように」で活動を再開。セッションバンド歌舞伎ボーイズを新たに結成。ラップ、タップ、和太鼓やボディーペイントなどさまざまなジャンルのパフォーマーと共演。YOSHIKI学徒を中心に結成されたバンドスキンにギタリストとして加入。 YOSHIKI はこのバンドを自身の人生にとって最後のバンドにしたいと語っていた。アニメエキスポに出演するがその後活動はなかった。 XJAPAN が再結成を発表。杉蔵がサポートギタリストで参加。その後正式に XJAPAN のメンバーになる。雅、日の光さえ届かないこの場所でフィーチャリング杉蔵をリリース。日系アメリカ人の元歌手であるメロディーと結婚する。 EMI ミュージックジャパンに移籍しアーティスト表記を大文字の雅に改めた。トータルプロデューサーに亀田誠治を迎え、ジャンルの異なるアーティストたちとセッションするプロジェクトサムライセッションズを始動。サムライセッションズボリューム1リリース。アーティスト表記を変更。雅が楽曲提供したスマップのシングル「トップ・オブ・ザ・ワールド」リリース。アンジェリーナ・ジョリー監督映画「不屈の男アンブロークン」で俳優デビュー。雅が楽曲提供したスマップのシングル「アザーサイド」リリース。サムライセッションズ「ボリューム2」リリース。このアルバムにはハイドとのコラボ「オール・マイ・ライフ」が収録されている。雅はアンジェリーナ・ジョリーとの交流がきっかけで UNHCR の活動に積極的に参加をする。日本人として初めて UNHCR 親善大使に任命される。サムライセッションズ Vol.3 ワールドコライドリリース。このアルバムでヒデとピンクスパイダーをコラボ。芸能事務所 LDH ジャパンに移籍。石川さゆりのアルバム「息」のオープニング「火事と喧嘩は江戸の花に来れば」と参加。紅白歌合戦石川さゆりは「火事と喧嘩は江戸の花」で雅「来れば」とコラボをした後、津軽海峡冬景色を歌った。YOSHIKI、ハイド、杉蔵の3人とザ・ラストロックスターズの結成を発表。シングル「ザ・ラストロックスターズ」パリミックスが全世界に配信リリース。ザ・ラストロックスターズ紅白歌合戦に出場。デビュー公演を東京、ニューヨーク、ロサンゼルスで開催。雅はこのバンドで世界を取ると語った。